お引越しの準備がちょっと終わったので横浜に遊びに来ました。眩しい。え、いっぱい行ってる。学校から電話があったらしいんだ、怪我したんで。ホットショコラとか。私は、はい、私のドラム洗濯機あるじゃないですか。はい、これ止まったら気をつけてください。はい、じゃあ回ります。はい、これそう、はい、ああ、確かに。まあ、でもじゃないですか。もう入れるっちゃ入れるけど。ここが玄関です。金のタイルに埋まってます。下駄箱、上も下駄ここが洗面台です。ここも年賀みたいになってます。これはディフューザーです。後で開ける。ルマちゃんいるけどまだできてない。うん、これは食器だな。うん、なんて言うんだろうね、これ物置。これは最初からこうなってました。これが洗濯機で、これが冷蔵庫。誰が見てもわかる。ここキッチンになってます。4個口、うん、です。今はちょっと汚いですけど、あのクリスマスツリーをそのうちあのちゃんとやって入れたいと思います。楽しそう。人んちって楽しいよ ね。ここは、ベッドルームになってます。あ、ここが、物置。ウォークインクローゼット。ウォークインスルーっていうらしい。え、ちょっとこれクリアだ。そうなの。ここクリアなの。そうなのになってて、こっちもクリアになってんの。かわいいよね。なんかちょっと、でも丸見えなんですね。じゃあそう、丸見えでさ、ここがなんかあと斜めになってる。面白くない？なんか本当だ。まあ、でもコンセントもあるし、なんかこもりたいときはここに閉じこもってクリアだけど。うん、クリアだけど。わあ、今ゴミだらけなんですけど、あ、ちゃんとあるし、ここが割とあのあれがある、幅があるから、いいですね。うん、いいかなって。でもここ冷たい部屋だから、そうそうって感じです。いろいろ可愛くしていければいいかなって思ってます。ねえねえ、これさ、ね、逆なんだけど、こっちついたらこっちつくじゃん。こっちはこっちがつく。なんかところどころ。冷蔵庫は無印。まだ何もないけど。
れんの。いや、そうですよ、多分。本気？もういっぱいになっちゃうよ。あとどれぐらいですか？半分は。あ、じゃあ絶対違いますね。できたー、かわいい。いただき物です。嬉しい。先に置くわ、これも。ハンドソープと、なんて言ってたかな、これ、ハンドクリームだ。じゃあこれもあそこに置こう。このポップアップに来ました。わー、かわいい。フレンチブルドッグ。白猫はいないんだね。でも可愛いかも、キャップ。こいつに決めた。ありがとうございます。あ、それです。あ、なんかこれ吊り下げられる。あ、そうです、一応。だ、結構重さあるので。あ、持って帰るの大変かも。どっちの要素も取ってるから、いいな、アルバム作りました。ラグを買いました、うん、おお、やばいな。これはなんだかちょっと忘れた。結構前に買ったんですけど、多分開けていなくて、それでこうやって色がたくさんあります。じゃーん、ちょっとアンティークな感じになっていて可愛いなと思って買いました。これじゃん、見てます。
これはまた次に使いたいと思います。ネイビーのプティーサイズ。ムキムキのカーディガン。ジーパンにベルト。おはようございます。でこれはこの間、ポップアップで買ったシュナウザーちゃんの帽子です。なんかここがちょっと大きくなってて私は好きです。形があんまり変わらないけど、これはかぶりやすいな。買い物に出るだけなのですごく楽な格好をしています。じゃあこれで行ってきます。
温められるの？電子レンジ使えないです。ダメなんじゃ。はい。あ、これも電子レンジが使える。これが唯一あのお店の中で使っていただけるようで、あの。一口サイズに切るけど、一口ってどれぐらいだ？じゃん。タンドリーチキンの素。鶏肉を一口大に切ってタンドリーチキンを元につけます。タンドリーチキン。おお、結構あれこういう感じね。